おーす、いつもありがとうございます。本日はですね、糖分と健康というお話をしようと思います。最近流行ってますね、糖質抜きダイエットとかですね、体に悪いなんていう人がいるんですけど、特にですね、日本人、そしてですね、日本人の子供なんですけれども、はっきり言ってですね、糖分取りすぎなんですよ。このお菓子を欲しがる時代なんでしょうがないんですけれども、糖分ってね、人間の体にそこまでね、合ってないんですよ。っていうのはですね、同じ雑食の哺乳類にネズミがいるんですけれども、糖分を消化する酵素が2回路あるんですよ。で、人間には1回路しかないんですよ。それは、ご存知皆さん、膵臓から出るインスリンっていうやつなんですけれども、甘いものを食べたりご飯を食べたりとかすると、その糖分がインスリンと組み合わさって中性脂肪というやつになります。それが消化になるんですけれども、このインスリン回路がですね、あまりにも忙しく働きすぎちゃったりとかしてると、まず膵臓が疲れます。結果糖尿病の原因になったりとかしますね。2つ目に、糖分ってベッタベタしてるじゃないですか。結局ね、血管をちょっと傷つけちゃうんですね。あんまり良くないですね。動脈硬化の原因は実はそのコレステロールじゃなくて糖分なんじゃないかっていう説もあるぐらいでございます。皆さんですね、甘いものも好きな方も多いかと思いますけれども、健康のこと、特に子供の健康を気遣っている保護者の方はですね、なるべく糖分控えめの生活がよろしいかと思いますね。糖分控えるとですね、食費が高くなっちゃうっていう話もあるんですけど、別に牛肉とか食べなくていいんですよ。鶏肉だったら 100g 50円くらいでラムーでありますんで、別に僕ラムーの捨て先でも何でもないんですけれども、食卓にですね、常にプロテイン、タンパク質を取らせてあげれるような環境がいいかと思いますね。ということでですね、保護者の皆さん、子供にはお肉を食べさせてあげれるようによろしくお願いいたします。ありがとうございます。